計画が良くなきゃダメなんだけど、待って。ドパの性格良くしろ。性格でも性格なんか悪いやつでいいよ。でも、デドバは良くしろ。ゲームして良くしろ。そのために。ドパいなきゃ何もできてない。ないけど隠密と隠密のレベルはおかしくない。まあ現在足りてない部分で正統派のプレイヤーだから、王道のプレイヤーだからね、そこらしいプレイヤーだから、あの隠密とかあのダサいっぽいことを、トラッパーが行きたいわけじゃなくて、この一人、いいよ、この辺で一個取る。あとそっちかな、ね。あ、そっち。諸バレだよ。もう無理無理、諸バレ、諸バレ。ムカつくよな。ほんとこうなんの、救助者でもあのね、発電機がつけたタイミングと行こうと思ったタイミングでもうつけっぺになってる。つけっぺになってる。今バレた。でほらダメノラってこうだろ。ほらほんと信じらんねえ。ダメノラって毎回このパターン、ダメノラってほんと信じらんないの。毎回こんなパターン食らってんの俺。早く救護入れろよ。おっせえだろうよ。マジでおっせえもんな。マジで遅えだろ。救助狩りを受けるようなよ、下手な救助しやがってよ。マジでムカつくでこっちはよ。なんだよ救助狩りを食らう救助ってよ、なんなんだよあのゴミがよ。なんで来てんだよゴミって。
ライトトンネルは食らう耐久まで入れる。なんでゴミって急がねえんだよ。マジでムカつくよ、ゴミとゲームすればよ。お前どうも、ムカつくよな。まともなのがいねえんだよ、一人も来ねえんだぞ。どうしろっての俺が。そしたら耐久を入れんの、ゴミとゲームするって無理だよ。ゴミって耐久入れんの、マジ。人が横行してんの、横行してんの。こっち来いよ、こっち来いよ。なんでこれできねえんだよ、マジで無理だから。人を見てないの、この状況で救助してくれって言ってんのに。いやーもうさ、なんでこんなのができないの、このプレイやってくれないの。マジで信じらんねえだろ。救助狩りされてトンネルされてるこっちからすればよ、マジで信じらんねえよ。マジで信じらんねえだろ、プレイヤーのレベル。トンネルされてる人がいて、この人が負傷状態で救助狩りが発生する可能性があるから、いけないからこっち来てくれねえか。そしたら固有の方に行ったの、無能って。普通に見返らの人が救助して、見返らの人がフックまでや、無能って。そうだろ、自分がやってさ、トラッパーが俺トンネルしてんじゃん。あれ、ムカつくで、リー・ユンジン。おめえが救助して俺トンネル食らってんだろ。お前の脳みそどうなってんの？マジすげえよな。自分は救助してるのが当たり前？してもらうのが当たり前？で、下手な救助してトンネル食らわせて壁も入らねえで。デイビッドだったかの方は壁入ってっから。で、自分は？フック前でやってください？見返らの人は負傷状態でトンネルを食らってる可能性があんのに？やってんのこの人たち。俺と状況が違うだろうよ。けどマジで状況違うだろう、この。でもリーチだね。どうなんだろう。いた方がいいから、あ、生き残るっていうかね、あの全体の生存率を上げたいだから、まあ、全員の生存率を上げるためなんだ。ってさ、マジでしょ、やんねえよ。トンネル食らわせたやつがさ、リー・ユンジンだったかの、普通のリー・ユンジンだったっけ、セーブルフォーだったっけが、誰か狙われて、それで明らかに明確な被害を受けた。これや、これや、ヒーローちゃん、デッドマラー、スーパー、スーパースター、ナンバープレオ。全体の生存率上げるんだよ、自分の脱出じゃないんだよ。発電機回してくれる人がいる。あのリー・ユンジンタイプに言うけど、あのね、デイビッドはね、俺のために一発もらったんだよ、多分。これで犠牲になってる。リー・ユンジンってさ、あのトンネルされてる俺の UI 見てる？目がついてる？まずそういう人が下手な救助して壁も入らねえような役立たずを、仕方ねえなと思って救助してあげてて、でその人があの状況把握してるから、フック前で、あの本当にさ、すごいのはさ、虎の頭の中、しゃがまないと治療しません、フック前じゃなきゃ治療しません。なんでこんなに柔軟性がないの、融通効かないの。しゃがんでようが立ってようが止まってる人がいて負傷状態だったら治療すればいいじゃん。次に何だっけ、
ブック前でやる必要はないじゃん。トンネルされてんだよ俺。トンネルされてて来るかもしれないじゃん。トンネルとデータがある以上あの動きで合ってるじゃん。トンネルであの離れたところで発電機鳴らそうな位置に来てくださいって言ってるのに、あの固有の方に行ってやられてるやつ、信じらんねえ。プレイスキルの問題、立ってようが負傷状態しゃがもうが、目の前で負傷状態の人が止まってたら治療するんだ。でトンネルがないんだったらフック前なの。トンネルがあるときは14でもやってんじゃん。どっかで離れて、2人離れてどっか安全なところで治療するんだ。俺の動きなんか間違ってる。なんでそれができねえの。治療者を引くの、救助者が、救助者と試合の状況と救助者を見る。救助者した下吊るされてる人はまず俺を見んだ。ミカエラを作ってくれた人、その人が言ってる方向を見んだよ。ああそういうことかって。その前にさ、試合状況を見てトンネル食らってたぞ俺が。ダメなやつってそうだろうね。あんなリーウンジみたいなのがいいんだろうね。頭の中がお花畑の。自分がやって、あ、救助した、 UI も見ません、ミカエラがトンネル食らっても知りません、試合の傾向なんか知りません、トラッパーが明確に救助狩りしてんじゃん。救助狩りして、俺がむちゃくちゃ運が悪いんだよ本当は。救助しようとしたら発電機が突き上がるし位置バレるんだよ。あの太陽みたいなマークっていうか、アスタリスクみたいななんかマーク、それでバレてる。だから撤退したんだよ、あの釣られてる人のために。うん、で俺はあの救助ミス食らって、もう論外レベルの救助ミス食らったおかげでトンネルされてんだよ。マジでムカつくんだよ。論外ってマジで無理なんだよ。なんであんなに下手なの救助が。俺のってさ、もうキャンパーとかさ、論外レベルのトンネルとか以外はあまりミスってねえじゃん。救わない時にはうまく救わないでどっか遠く行ってんじゃん。トラはさ、近くでやられるの素敵だと思う。俺の動画とさ、野良ってさ、すごいだろ。だって見比べてみな。異回避能力があって、あ、右に出てる、見られてる、あ、接近された、じゃあ離れよう。第一村人を救ったでしょ。第一か第二か分かんないけど、テーブルかな、分かんないけど、誰かな。初めに釣られた人がいたじゃん、こういうで。状況を見て俺いたじゃん。 で逃げたじゃん。でその人安全救助じゃん。俺の時もう俺の近くでやられる。自分がやられる前提なら離れたところでやられればいいじゃん。離れたところでやられてはくれないで、キラー自動キャンプ作ってさ、毎回トンネル食らうの。今日耐久入れられたよ、どうしようもないパーティー。そいつらね、俺がいなくなったら速攻終わったよ、本当に。俺、後で見てたんだけど。すぐ終わったよ。本当、びっくりしたよ。俺が助け続けてたんだけど、俺のこと誰も救ってくれないの。こんなパーティー負けるに決まってんじゃん。壊滅状態がマッハだった。俺がいなくなった後。本当、動画残ってるよ、これ。巻き戻せばわかるよ。あ、ライブ版の何やってな、残ってるんだ。残すから。いや、わかるよ。サバーケーションピットの試合。俺、耐久入れられた試合。本当、すぐ終わった。ビビった。これってすごいってことが分かった。チームのためにやってるって。リーウンジンの人はデイビッドとか見てる。デイビッドって俺のために一発もらってんだね。ワールド、多分ワールド分かんない、ワールドもらってんだね。もしかしたらデススリがいたかもしんない。デススリがいたんでしょ。で多分一発もらったのかもしんない。分かんないけど、この辺は。とりあえず治療は、立ってようがしゃがんでようが目の前に負傷者がいてスルーします。ボタン、医療ボタン押しませんってやばいでしょ。でトンネルがない場合はフック前で、救助者が動いてる場合は救助者を確認して、要するにトンネルの可能性があるんだから、ドトンネル食らってる人がいたんだから、トンネル警戒してんだから、離れてあの治療を2人でし合う。だからちゃんと救助した人を見る。それをしないじゃん。それをしないんだ、多くのプレイヤーって。なんでなんだと思うんだけど、こっちは。負傷者がトンネル食らう可能性、ドトンネル食らってトンネルの危険性があると思ってる人が、フック前でやると。やばいと思うよ、まず。信用しねえから。脳天気だよな、信用しなきゃそこでやってくれ。
状況的にトンネル食らった人がいるんだよ。すごいトンネル食らって、で、その原因作ったのおめえだろってやつが、お前の救助で壁も入らねえから俺こうなってんだろっていう。それで、自分が やらかしてんのに、トンネル食らわせた張本人が、張本人っていうか、リリュウジンとデイビッドは、じゃないんだけど、違うやつなの、セーブルボードかな、やらかしてる。誰かな、ドワイトかな、わかんないけど、セーブルかな、誰かわかんないけど、やらかしたやつがいたんだけどね。デイビッドとリリュウジンは、まあ、そこの近くにいた人なんだけど、あまりに倒れ位置が、誰かの倒れ位置が近すぎて、ドワイトかな、倒れ位置が近すぎて、やばすぎて、状況判断で、こういうね、隠密とかになると、まあ、合わせるゲームだったからよかったけど、じゃないと、ゲーム的に壊れるね。これが、救助とか治療とか、そもそも、敵の位置を教えらんないから。維持状態では、この安全策取るしかなくなるから。ちゃんとやってほしいわ。うん。ってことで、終わり。